ここが本日の宿、湯遊び宿あけぼのだぜ。宿泊先っていつもホテルだったから、こういう旅館って新鮮ね。すごい楽しみだわ。ちなみに隣には足湯があるみたいだから、荷物を置いたら後で来てみようぜ。建物自体は奥に広い感じなのね。中庭もあるし、外から見た時よりも随分広く感じるわ。和風なお宿だな。池に鯉も泳いでて、風流な感じだぜ。こういうのを見ながらぼーってするのが、結構贅沢だったりするのよね。宿には全部で6つの庭があるらしいから、敷地内をブラブラするだけでも楽しいかもな。浴衣は廊下に置かれていて、男女4種類ずつの柄から選べるのね。帯は部屋に置いてあるらしいから、好きな柄の浴衣を取ったら、早速部屋に行こうぜ。ここが今日のお部屋だぜ。この日一番安いコースで予約したんだけど、結構広いお部屋だな。お茶菓子とお茶っ葉が置いてあるのが、さすが旅館って感じねえ。部屋に入って早速のコメントが食い物か。部屋にお風呂はついてないが、テレビもあるし部屋自体も広いし文句ないな。もっといいプランだったら、部屋に露天風呂がついてたり、景色がいい部屋もあるみたいなんだが、いかんせん予算がな。あ、でも夕食はちょっといいプランにしたから楽しみにしててくれ。お部屋もこれだけ広ければ十分よ。それにお部屋が豪華よりも、ご飯が豪華の方が正直嬉しいわ。いろいろ考えてくれてありがとうね。夕食の時間までまだ少しあるから、足湯に来たんだぜ。やっぱりお湯が機械性か、硫黄の匂いが強いわねー。じゃあ早速お湯に浸かるか。暑いー。え、何これ暑すぎない？これに足全部つけるとか無理なんですけど。いやでも他のお客さんはちゃんと足湯できてるぞ。私たちの感覚がおかしいのかしら？ちょっと一回足全部つけてみるぜ。あ、無理、熱い。かかとだけならギリ耐えれるわ。まさか足湯に来てかかとまでしか疲れないとはな。そういえば、ここって傘がいっぱい置かれているわね。なんだか舞台みたいだし、何か劇でもするのかしら？ほんとだな。フリー Wi-Fi も飛んでるし、調べてみるか。お、どうやら夜になるとライトアップするみたいだぞ。あら本当、綺麗ね。暗くなったらまた来ましょう。そして、ついに、お待ちかねの、夕食ね。夕食はバイキングじゃなくて、お膳で運ばれてくるタイプだ。本当は部屋食っていうのに憧れてたんだが、ここは朝も夜も食事すべてこういう形式らしい。いいじゃないいいじゃない。もうすでに美味しそうよ。それもそうだな。あ、そういえばこういうところって、お米は一番最後にやってくるのね。ああ、それなら中井さんに言えば持ってきてもらえるぞ。え、そうなの？じゃあお米も一緒に持ってきてもらいましょ。それじゃあ改めて、いただきます。むふう、美味しい、美味しいわ。お肉もお刺身も美味しいしご飯も進むわ。せいろの中身はうなぎか、大好物だぜ。後から持ってきてくれたお魚の煮付けも絶品ね。天ぷらも熱々のサクサクなんだぜ。どれもこれも美味しすぎるわ。すみません、お米お代わりください。ふう、食べたわ。最後にはアイスもついてきて、お腹ポンポンよ、大満足ね。いや、お前の食べる量にはいつも驚かされるぜ。まさかご飯3回もお代わりするなんてな。だって美味しかったんだもの。旅館の料理って量が多いって聞くけど、個人的にはあれぐらいいっぱいある方が幸せよねー。まあ霊夢が嬉しそうで何よりだぜ。じゃあ一息ついたら、温泉の方にも行こうか。温泉街の宿だからな。100% 源泉の大浴場だぜ。ふう、いい湯だったな。なんだかお肌がすべすべな気がするわ。化粧落としや化粧水も、基本的なものは揃っててよかったぜ。温泉でよく見かける、角質がボロボロ落ちるやつもあったわね。あれ好きなのよ。あったらついやっちゃうわ。シャンプー系はバー油だったな。ほんと、これも温泉でよく見るわね。ここもお前か、ってなったわ。温泉自体は24時間空いているらしいから、また明日の朝、入りに行くのもありだな。ええ、そうね。いやー、にしても今日は疲れたわー。いっぱい歩いた気がする。そうだな、歩きすぎて足つったしな。それは言わないでよ。ところで明日はどこに行くの？明日はここから結構離れて、寺泊まりっていうところまで行くぞ。その後はまた新潟市内に戻って、そこで一泊って感じだな。電車移動がメインの一日になりそうだぜ。そうなのね、きっと明日も楽しい一日になりそうだわ。じゃあ、明日のためにも、今日は早く寝ないとね。そうだな。じゃあ、おやすみ霊夢。おやすみマリサ。あ。足湯のライトアップ忘れてた。ふわー。よく寝たわ。あれ、マリサがいない。ただいま。あら、お帰りなさい。どこか行ってたの？ああ、ちょっと朝風呂にな。昨日は気づかなかったけど、太陽の光を浴びて、
温泉の色が綺麗なエメラルドグリーンだったんだぜ。朝の露天風呂も爽快で気持ちよかったし、他のお客さんが誰もいなくて、貸し切り状態で最高だったぜ。そうなの。それは素敵ね。私も一風呂浴びてこようかしら。それもいいけど、もうすぐ朝飯の時間だから、行くなら早めに帰ってくるんだぞ。朝ごはん。朝食も昨日の夕食同様お膳スタイルだ。きゃあ、朝からボリューミーね。白米に合うおかずがいっぱいよ。もう見てるだけで元気が出てくるわ。ご飯はおひつで運ばれてくるから、自分で好きなだけ取ってくれ。もちろんおかわりは自由だ。ご飯おかわり自由って私の好きな言葉トップ5に入るわ。朝から最高ね、素晴らしいわ。寺泊まりまでは着くのにかなり時間がかかるから、ここでしっかり食べておいてくれ。そうなのね、では、いただきます。朝からこんなちゃんとしたご飯が食べられるのは幸せだよな。そうね。お味噌汁が体に染みるわ。焼き魚もお漬物も優しい味でうまうまよ。せいろの中身は温野菜だな。この水餃子も、もちもちして美味しいな。おかわりください。朝ごはんもしっかり食べたし、そろそろチェックアウトの準備をするか。こういう旅館系は初めてだったけど霊夢的にはどうだった？そうね。お風呂のお湯は本当に良かったわ。源泉ってだけあって、温泉特有のぬるぬる感も面白かったし。ただ、個人的には衛生面がちょっと気になったわね。首元に何か当たってると思ったら大きめの虫がついてたし。しかもそれが服の中に入り込んでちょっと大変だったわ。田舎育ちじゃなかったら耐えられなかったわ。でも、ご飯は本当に美味しかった。それに関しては朝も夜も大満足よ。旅館の風景とかは結構好きだし、また機会があったら、違う季節に違うお部屋で泊まるのはありかなって思うわ。ははは。正直なご意見ありがとうなんだぜ。じゃあそれをお客様アンケートに書いてっと。よし、じゃあ出発するか。豊坂駅への帰りのシャトルバスは宿を出てすぐ前の道路にあるバス停所から出ているんだ。雪と同様、1時間間隔だから時間には気をつけるんだぜ。まあどうせ、豊坂の駅でも1時間近く電車待ちするんだけどな。電車もバスも本当に本数が少ないのね。普段の大阪の感覚で慣れてるから不便に感じるかもだが、こればっかりは仕方がないよな。ただ、寺泊まりまでの電車の時間や終電時間はあらかじめ調べてるから、そこら辺は安心してくれ。知らない場所に行くときは電車やバスの時刻表をあらかじめ確認しといた方が無難だな。なんか何から何までありがとうね。なんてことないんだぜ。むしろこうしておいた方が私も旅行中のストレスが減るからな。旅を全力で楽しむための私なりの一工夫なんだぜ。そういえば、さっきアンケートを出した時にこんなのをもらったわよ。おお、すごいな。ファックとお菓子か。お土産が一つ増えたわね。こういうちょっとしたものって嬉しいわよね。お、塩飴も入ってるじゃないか。これはお前にあげよう。昨日の件はいじらないでちょうだい。温泉で伸ばしたとはいえ、まだ若干足が痛いんだから。あらら、それはすまんだぜ。今日は電車移動がメインだが、しんどくなったら無理せず行ってくれよな。お気遣いありがとう。とりあえずこの塩飴はもらっとくわね。私の血肉にするわ。とかなんとか喋ってるうちにバスが来たみたいだな。じゃあ豊坂まで移動していくんだぜ。